各都道府県の最高傑作プレイヤーを教えてコメントにお願いします。岩手は大谷やろけど、愛知は一郎も確定、秋田は落合やろ、石川の松井も確定か、熊本は村上か、熊本がむずい、村上、松中、秋山浩二、前田智則、伊藤勤、川上哲司、大阪もむずい、山ほど名選手おるからな、大阪最強や、ダルビッシュは大阪だもんな。でもこう見ると田舎ほどスターが発掘されるんだな。東京は誰？清宮とかじゃね？いや、さすがに王だろ。清宮が王の本塁打を越せばまた別だけど、千葉は長嶋でええか、岡山は山本由伸しかいねえよな、兵庫、古田敦也、坂本もおるで、北海道はマー君かな、島根、糸原健人、沖縄は山川でええよな、長崎は城島健二やろ、福岡は原価新庄、福井だと吉田忠久志だな、京都は飲むか、広島はギータか、群馬は三成やろ、奈良は門田博光、岐阜は和田さんかジョイナスか、栃木は拓郎やな、滋賀は松田かの日本やけど人格含めて松田やな、埼玉は斉藤正樹か松原誠やな、和歌山は西口か小久保のどちらかかな、時代が違えば評価も変わるやろ、何を基準に最高傑作なのかわからん、成績なのか実績なのか、大谷とかガチモンのスターが田舎出身なの嬉しいわ、最近のスター田舎多くね、佐々木、大谷、山本、村上、吉田とか全員田舎出身じゃん。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。